こんにちは。今回はアジサイの冬の剪定についてお話しします。アジサイについては以前にも3本動画をアップしていますが、どれも花の後の夏の剪定についてでしたので、今回は冬の剪定について取り上げてみます。アジサイの丸3ナンバー91の開花の法則についてご理解いただいた上でご覧になると良いと思います。木の高さを調整しながら、来年咲かす枝、再来年に花を咲かせる枝、それを決めていきます。来年の花を諦めるならば、この機会に高さを下げます。なるべく大きめな芽を選んで、その上で切ります。この枝先には花芽がありますので、来年花が咲く予定にはなっています。しかしここから一芽伸びてその上に花が咲くので、相当高いところになってしまうわけです。こういう場合は来年の花を諦めて、この機会に高さを下げる方を優先します。高さが高くなっても構わない、あるいはどうしても花を咲かせたいということであれば、花芽のある枝は切らずに古葉だけを落とします。今年花が咲いた枝は花の 2,3 芽下の大きめな芽の上で切ります。ここで残した芽の先に再来年花が咲きます。古葉をむしっておくとすっきりします。この枝のように今年花が咲かなかった枝先には来年花が咲きます。高さを下げる必要がなければ、こういう枝は枝先を切らずに古葉だけをむしって残します。高さを下げたい場合は、なるべく下の方で、なるべく大きな芽を探してその上で切ります。ここでちょっと開花の法則についておさらいをしておきましょう。冬の状態のこの枝の芽から、次の年の春にそれぞれ枝が伸びて葉っぱがつきます。前の年に咲かなかった芽の先から伸びた枝の先に、次の年に花が咲きます。伸びた枝の先、ここに花が咲きます。その下の脇芽から伸びた枝の先には花が咲く場合もありますし、咲かない場合もあります。花を咲かせたい場合は、前の年に咲かなかった枝先を切り詰めないでそのままにしておきます。冬のアジサイの様子です。前の年に花が咲かなかった枝の先はこれらです。霜などで葉っぱが傷んで見苦しくなっていますから、古葉は取ってしまった方が良いと思います。下の方にあるこの大きな芽は欠かないように気をつけましょう。こういう芽からは枝が伸びて、その先に今年あるいは来年花が咲きます。長花でなくても、このような充実した芽の先からは枝が伸びて、その年に花が咲く場合もありますので大事にします。この長芽から伸びた枝の先にはほぼ 100% 今年花が咲きます。前の年に花が咲かなかった長芽は残しておけば、次の年には必ず花が咲きます。下の方にある芽から伸びた枝先に花が咲く確率はだんだん下がってしまいますが、木の高さを下げたいときはこのような芽を利用します。また地際にあるようなこれらの新しい芽は大事にして枝の更新に使います。図で説明すると次のようになります。下の方にあるこのような若くて大きな芽、
ここから新しい枝ができていきます。その枝の先に次の年に花芽となる元ができます。その翌年には長芽から伸びた枝の先に花が咲きます。脇芽から伸びた枝の先には花が咲いたり咲かなかったりします。1年目にこの状態だとすると、次の年に枝になり、その翌年、その枝先から伸びたその枝の先に花が咲きます。そのことを踏まえて実作業に戻りましょう。この枝の先が伸びて夏には花が咲くことは分かっていますが、木の高さを下げたい場合は下の方の芽に切り戻すしかありません。切り戻した芽の先にはおそらく2年後に花が咲くと思います。木の高さを下げるということは、その年の花を諦めて2年後の花に期待するということなのです。古葉を取るだけにして芽の先を切らなければその年に花は咲きます。木の高さを下げて下の方の芽に切り戻すならば、古葉をむしる作業はもちろんいりませんね。このように分岐した枝の先でも花は咲きますが、大きい芽に比べると少し小ぶりな花になります。木の高さを下げずに夏に花を咲かせるのでしたら、古葉だけむしって芽先はいじりません。このように切り戻した枝の先にはその年には花は咲きません。2年後の花になります。横に張り出したような枝は切り戻すのか芽先を残すのか判断します。長芽を残しておけばその年に花は咲きますが、地面に近いので花が地面を引きずるように咲くということを想像しておいてください。冬のアジサイの手入れで最も大事なのは、この足元の枯れ葉や枯れ枝をきれいに取っておくということです。ここにきちんと手をかけるとすっきりと見栄えが良くなります。以上がアジサイの冬剪定のやり方です。もう一つ別の木での剪定例をこれから流しますが、要領は今の動画と同じですので解説はいたしません。ご視聴ありがとうございました。
Thank you.